やっぱり俺の責任だと思ったら大変だね。これ今話していいのかな。これジョーチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。さあ今日は、はい、今日はもう監督シリーズ、ちょっと前回面白かったので、高木拓也監督、うん、もう少しちょっといろいろ横浜FC時代この間お話ししていただきましたけども、うん、もうちょっと聞きたいなと、高木さんとのやり取りを、うん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 、そうだね、アジアの大砲と呼ばれてさ、そう、アジアの大砲、いや本当にさ、あの人のポストプレー憧れて、俺すごくね研究したの、うん、あこういう風にやってんだって言って、俺実はポストプレーのルーツは高木さんなの。ああそうなんですね。そうなの、国見高校ですしね。いやそう、本当にやっぱりこう大きなね体を持ちながらも、うん、体の使い方がすごい上手かったの、うん、だからすげえ選手だなと思って本当に研究したね。選手と監督という立場でね、あその前にも会ってますよね、高木さんとは。選手時代、選手時代、そうです、大丈夫、それは高木さんに伝えたんですか。もう本当高木さんのそれを真似したんですよとか言うわけないでしょ。言わないんだ。じゃあプロだもん、だって言わないの。だから盗んだんだもん俺は。あ本人に言えってことない。あ言わないんですか。なんかあんまり考えてなさそうに見られてたんだけど、ビデオすっごい俺家にいっぱいあったもん。あそうなんですね。そう、そのビデオを撮ったやつをもう本当吸い切るぐらいを見て、うん、こう言って、あ、体はこうしたんだとか、そういうのすごくで俺分析してたの。それで自分のものにしてみようと思ってやってた。その中心が高木さんだった。そうで、高木さんみたいに俺はすごく大きくないから、そうだけどやれることはあるんだろうなと思って、もらうタイミングだったりとか、胸トラップの仕方とかね、そうだからそういうのをすごい勉強してね、見たね、うん、だから選手としてもう本当に、うん、憧れの選手だったっていうね、うん、まあ、今だから言うけどね。あ、うん、高木さんにはまだ行ったことないとか、ね、行ったことない、行ったことない。そうそう、高木さん見てますかね。高木さんはでも、うん、言ってんだよって優しくね、多分言うだろうけどね、うん、優しそうですもんね、高木さんね。高木さん優しいよ、めちゃめちゃ優しい、うん、優しいけど、でもグッと帰った時はすごいよ、超怖いよ。あ怖いんですか。怖い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 、俺ぶん殴られたもん一回。そうなんですか。嘘もうピー入れるのかどうするのかなとかいろいろ考えちゃう。そんなことない、そんなことないけど、でも本当優しい。優しいんです、ね、そうそうそう、うん、何の話だっけ。だから横浜 FC 時代の、ね、監督と、まあジョーさんほらコーチ的な役割みたいなお立場でもあったって話だったじゃないですか、うんうんうん、高木さんとね。足立さんがね、あの時に結局1試合でね、うん、愛媛戦で負けて、うん、急遽解任になってね、はい、でコーチだったそう高木さんが監督就任ということでね。高木さんってあそこが初監督でしたっけ。あれは初だと思うよ確か。その辺調べてないの。いやまあちょっと今話の流れでね、高木さんっていうイメージはしてますけど、初だったかどうかっていうのがちょっと今勉強不足です。うん、常に勉強してないよね。まあでも勉強は違うところで、ね、してるんですけどね。違うとこ何にもしてないじゃないの。そうなんか勉強したとこは出ないな。あそうなの、ね、出していったよ勉強したとこいつもいつも出てこないな山張りが失敗してるね。すごい適当だよ、うん、本当に、うん、結局ねあれなんだよな、高木さんがやっぱり初めて監督やった時に、まあやっぱり、まあ、やり方ももちろんそうだし、はい、どういう風にしていこうかっていうね部分のプレッシャーも多分あったし、うん、だからそういう時に俺はまあキャプテンをさせていただいてて、ある意味こうコーチ的なね役割で、うん、パイプ役じゃないけども、うん、そういうのやってくれないかっていう話でいろいろ話したんだけど、これ今話していいのかなこれ。いや話しましょうよ、前回ねちょっと話せてなかったんであれば、うん、いや話せなかったのあればじゃなくて別に話したくないんだけど話したくないんですか。そう、あまあだけど、まあ、今はもう名監督になってね、はい、もういろいろ経験されてあれだけど、あの当時やっぱり本当もう初めてだったと思うんだよね。だからその時に、うん、一番やっぱり大事にしてたのがやっぱりこう選手のコンディション、あコンディションの部分がすごく気にしてて、それでやっぱり外から見てるのと選手の中で感じることってやっぱり違うってすごく高木さんが言ってて、だからちょっと正直あのどういうこの選手どうだとか、うん、今どういう状況だとかっていうのをすごくいろいろ話して、うん、でコンディション的にはこれ悪くないと思いますよとか、うん、足なんかちょっと痛いってこの間言ってましたねとか、うん、もうその細かいところまですごくこう気にされて、うん、それでそんな話をしたりとか、あと戦術に関しても、まあ、相手チームの分析をするんだけど、まあ、高木さんがコーチとかね、まあ、いろんな人とまず話し合った後に俺呼ばれて部屋に、うん、でビデオ見たりとか、うん、戦術盤使って、うん、で明日は多分向こうはこういうシステムで来るし、うん、うちはこういうふうに行こうと思って
だからそこに対してこうなった場合にどうしたらいいかなとか、だから俺はいやこっちサイド右サイド相手が強いから、うん、だから左に追い込んで左からこっちから取るあれをした方がいいんじゃないかとか、うんうん、本当に具体的な、そう、そういう戦術までずっとこう話した。役割としては結局、まあ、カズさんがいて、うん、山口元博さんがいて、小村さんがいてという感じだったから、まあ、この3人に関しては高木さんが指示をして、うん、で元さんはやっぱりボランチにいる選手だから、うん、元さんと話をしてこういうふうに中盤作ってくれとか、で下の選手に伝えるのが俺の役割だったわけ、うん、だから庄司頼むキャプテンとして想定したのあれに伝えてくれと、で下の意見もあるから、だからそれを聞いてくれって言うわけ、うん、高木さん、うん、こういう形で行こうと思ってんだけどっていうふうになったら、下もやっぱりもっと言えと、うん、で、あ、いや俺はこういうふうにした方がやりやすいです、このポジションの方がいいなとかいろいろこういう、それを伝えてくれっていうの、高木さん、だからそれを俺は、まあ、こいつこうやって言ってたんだけど、うん、こういうポジションの方がやっぱりやらしいとかいろいろ言ってたよとかって話をしたら、うん、ああそうかっつって、どうすかなとかっつって戦術に取り入れてたっていうかね、だからそのぐらい緻密な人っていうかさ、だからそのぐらいのことを実はその最後の1年やってたんだよね、うん、まあでも選手としてはやりやすいですよね、まあ、意見も聞いてくれるわけですからバーンってねそう聞いてくれるし、うん、そうだから本当に監督というよりも兄貴分みたいな感じの立ち位置でやられてたと思うし、ただすごくやっぱマネジメントのことを気にしてて、チーム全体を士気を上げなきゃやっぱり厳しいっていうのをすごく分かってる人だったから、大体さ、いろんな監督によって分かれるんだよね、もうレギュラー組はレギュラー組、はい、でもサブ以下はもうこっちみたいな、でも高木さんはやっぱりこういろんなこう選手を若手も一緒に全部一緒にしながらやってたね、思い出があるしね、でも厳しかったよ、求めるものが厳しかった、あ、そうなんですね、うん、ちょっとでもサボってたら言われるし、やっぱり現役だしさ、現役だったからプレイヤーとしてやっぱ分かるんだよね、でだけどきついなって思ってきた時はやっぱり練習の時は言わないんだよね、自分も多分経験してるから、本当に完全にサボってる時は超言うし、だからその辺のやっぱりところって、そのなんていうのかな、現役をこう経験した人と経験してない人の差なのかなって、そっかそっか、分かっちゃいますよね、そうなんかね、あ、今抜いてんなっていう、そうそう、抜いてってもいいところってあるのよ、やっぱりサッカーって全部が全力で無理だから、うん、だからそこ抜いてもいいなっていうところはよく分かるわけ、うん、だけどここダメでしょっていうところ抜いたりすると、うん、もうすごい、うん、そういうところバレちゃうからね、うんうん、だからすごいね、そういうところはやっぱ経験値っていうのはやっぱそういうところなんだなってね、うん、初めて思ったし、逆にジョーさんもそれを分かるタイプじゃないですか、ここは抜いても大丈夫だろうなっていう、そのね、うんうん、だからジョーさんはあんまりこう怒られたりはしなかったんですか、うん、俺は抜いたことない、本当ですか高木さんになってから、まあやっぱりさ、キャプテンもやらせて、まあそうですよね、で俺やっぱりさ、うん、その足立さんにすごく思いがあったから、うん、だから足立さんのはやっぱり俺の責任だと思ってたから、解任がね、うん、だからもう本当にかくやんなきゃいけないってすごく思ってたから、背中を見せるね、役割だったからね、そう、俺だから本当俺一つもサボった記憶はないよ、本当にもうとことんやんなきゃいけないって思ってたから、うん、高木さんもだと思いが あったってよ、やっぱりその足立さんが会員になって、ああその時にはで自分がやっぱコーチで、うん、で大体のユニットってさ、監督コーチとか、うん、まあ、フィジカルコーチとか、まあ、いろんなトレーナーとか連れてくるんだけど、監督が辞めたらやっぱりこうコーチもみんなコーチも辞めなきゃいけない、うん、基本はそうなんだよね、だけど足立さんが言われたらしいんだよ、俺はもう辞めなきゃいけなくなったと、うん、高木が残ってやれと、うん、監督やってなんとか頼むって言ってくれたんだって足立さん、それはフロントに、フロントにも言ったし、高木さん本人にも言ったんだって、そう、高木さんは最初出るつもりでいたから、足立さんがやっぱ監督だし、監督の下でやらせてもらってたから、勉強させてもらってたから、だから足立さんがいなくなれば自分もいなくなると思ってたんだって、だけど足立さんが残ってくれと、でこの FC のためになんとかやってくれって言われて、それで残ってやりますっていう話になったのよ。今日の話はここまで。後半に続く。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。